12月7日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、こんにちは、日本放送の飯田浩司です。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。昨日に続いて今日も辛坊さん、大阪からになります。はい、今日の大阪もいい天気です。気温が 14.3 度、湿度 35%、毎秒 2.7 メートルの風が北の方から吹いております。どうですか、東京は。こちら暖かいんですよ。暖かいんですよ。有楽町日本放送屋上の時計18度、そう、この時間でも18度あります。湿度 43%、 12月7日で18度はそこそこ高いですね。いや、そうなんですよね。今日ね、19度超えましたからね、最高気温。ああ、そうですか。10度近くまで行った。今日の大阪の最高気温は 16.2 度、まあ高いですね。最低気温が 8.9 度ですから。昨日ね、結構東京なんか私朝出るとき寒いなと思ったんですけど、急に暖かくなった感じですか。そうなんですよ、急に暖かくなった感じで。さて、行きましたよ、聞きました、飯田君。どうしました。聞きましたよ、昨日ね、増山さんがおっしゃるには。何ですか。飯田くんがなんか、モノマネの最新作を編み出して、最新作があります。それもなんか、政治家ですかって聞いたら、いや、政治家じゃなくて民間人、外国の民間人です。外国の民間人って、そんなの聞いて分かるんですかって、分かります。絶対分かります。こういう振りが昨日あったんですが、それが誰かが分からないんですよ。ほうほうほう。今日いらしたら、その謎を解いてみようと。ということで、それじゃあ、飯田君お願いします。まさに謎といえばその話なんですが、うちのおかみさんがね、誰だかわかります、スープの冷めない距離に滑って言うんですよ。昨日さ、はいはい、昨日ですね、実はですね、はいはいはい、CM の間に、何ですか、まさか刑事コロンボじゃねえよなって増山さんに言ったら、増山さんが何か反応してはいたんですが、その反応している音声が大阪まで届かなかったんで、あ、なるほど、答え合わせはできていなかったんですが。一ついいですか、あなた、いい読みしてますよ。いや、ちょっと違うんじゃないかな。いや、だからさ、なんか違うような気がする。これはさ、ハードルが上がってるからそうなるわけですよ、これ。あれは、ね、誰だっけ、小池さんだっけな。小池さん吹き替えですからね、これ。吹き替えとしかも初代っていう、ね。ね、初代、初代。だからあれ何代かあるんですか、そうみたいですね。僕も最近のあの、刑事コロンボの吹き替え版っていうのを見てないんで、なんとも言えない。そういえば昔、そう、うん、昔あの、笑うセールスマンとかやってたっけ。おー、はいはい、いや、そうじゃない、飯田君が。飯田君やってたかも。はい、そうですね。あの、モノマネはしましたね。私の名前はモンゴル。大平徹か、あれは。ん、大平徹さん。あ、そうそうそう、大平徹さん。はい。大平徹さん。ごめん、あの、肝心のモノマネ聞いてなかった。いや、いいんですよ。滑ったのもう一回やらすって、こう、拷問以外何もでもないですね。お願いします。はい、私の名前はモンゴル福蔵。だからどれもこれもちょっと、ね、それいけるいける、いけるいける、いけてるいけてる、似たような感じになってます。しかしね、かなりいけてると思うよ。これ東京大阪専用線使ってやることかっていうと、なかなか違うじゃないかというね。いやいや、何を言ってるんですか。そういうことが大切なんですよ。小さなことからコツコツと、コツコツとね。あの、西川のりおさんじゃねえや。じゃないですね。はい。西川きよしさん。西川きよしさん。はい。いや、なんかこの間、昨日だ。昨日久しぶりに、なんかの番組の、なんかあの、打ち合わせかなんかに来た人がいてですね、その方がこう企画書みたいなのを出してくれて、ふっと見たら、司会西川きよしさんだ。ああ、司会西川きよしさんだと思って、懐かしいなと。おお。それだけのことです。ですか、はい、それ以上これあの発展する話ではありませんので、あとはあの適当に聞き取って飯田君喋ってください。いや、ちょっと待って待って待って、やる気ないですね。やる気ないじゃないですか。そんなことないっすよ。そんなことないですか。はい、もう今ねやる気に満ちてるんです。いや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 、今あのスカイプでつないでますけど、やる気満々なんです。ほとんど頭抱えるようにして顔拭ってるじゃないですか。いやいや、あのね、今年末年始ちょっとね海外に行こうかなと思ってるんですよ、はい、おうほうほう。で今年末年始なかなか海外に行く人減ってるって話じゃないですか。ああ、
円高だ、あ、円安だからとか、ね、おかげでですね、うん、年末年始の飛行機が結構キワキワになっても取れたりなんかして、うん、で行った先の移動手段を考えたときに、うん、最近飯田君海外行ってます？あのこの間の夏休みにベトナムに行った。あ、ベトナムですか。はい、まあ、比較的あの日本人が今行ってもそんなに高いなっていう感覚のない国ですね、うん、あそこは。そうですね、リーズナブルでありました。そうですね、ベトナムだと、まあまあ、あの日本円のそれなりの強さを実感できるという、うん、数少ない国だし、比較的あのチケットもお安いし時間的にもあの短かったりとかするん で、うん、ベトナムは海外旅行の今ね行き先としてはおすすめですね。これ治安も悪くないですよね、うん、基本的なベースの治安は悪くないですよね、はい、それで言うとですね、はいはい、私があのよく行く東南アジアの国々はほとんどあの外務省の危険情報で言うと、うん、大体まあ1ぐらいのところが多いんですよ。注意して行ってくださいと。ところが中国本土って外務省危険情報上1も出てないはずだよね。そうですね、はい、出てないはずです、ね、ゼロですか。つまり1から1、2、3、4とあの危険情報があって、4になるとすぐ退避しろとか、はい、3になるとあの渡航はやめようねみたいな話ですよね、はい、だけど中国本土は確か外務省の危険情報だとゼロのはずじゃないですか。全然危険がない、はい、これ最近これだけね、あの中国行く日本人とか中国で日本人ビジネスマンが拘束されてる状況なのに、はい、ゼロでいいのか飯田君。確かに、だって飯田君なんか中国行ったら絶対捕まるだろ。いやいやいや、まあ、そしたらさ、はいはい、東南アジアの他の国が危険情報が1になってて、中国が渡航情報が何もないっていう現状は、なんかこれ釈然としないな、なんかあの政治的配慮が働いてるんじゃないのって気がするわけですよ。飯田君なんか絶対読んだもんね。そんな何度も何度も言わないでください。辛坊さんって言ったようなもんなんじゃないですか。分かんないけど。いや違います。違います、決して違います。まあ、ただあの確か今まだビザがいるとかそういう、こう結構厳しめの状況が続いてるんじゃなかったですかね。それと渡航情報と方と関係ないだろう。渡航情報を見ますと一応その新疆ウイグルとチベットの自治区に関してはレベル1の十分注意というのが出ていると。北京上海は、何も出てないです、だけど飯田君北京上海行くと。あれなんで黙る。ラジオっていうのはな、はい、黙ったら放送事故になるらしいぞ。みんなで黙ってにんまりしてても何も通じないですからね。テレビの場合はとりあえずな、何も喋らずに笑ってても仕事になるんだけどさ、ラジオというやつはとにかく口を動かしてマイクに音を乗せないと放送事故になるという現状においては、なんか薄ら笑いを浮かべながらそこでニコニコしてるのは飯田君、それは職場放棄に等しいんではなかろうか。職場放棄じゃないですよ。いやでもそう、確かにね、中国に関してこれアメリカは確かレベル3にしてるはずなんですよ。渡航しっかり注意します。あ、アメリカはだから中国に行くに際して、はい、そうなんです。だってこれだけさ、中国で日本人が拘束されている事案がね、報道されているにもかかわらず、はい、うん、渡航情報で何の注意喚起も外務省が行っていないというのは、これはまあ政治的な配慮以外考えようがないんで、飯田君、はい、これちょっと言った方がいいよ。いやいやいや、7月に誰に言うんだ、改正してますし。まあ、いや、やばいですよ。いや、その話をしようと思ったんじゃないんだ。何ですか。年末年始に海外に行こうと思ったら、はいはい、その国ではですね、うんうんうん、あのほら最近近所ガムとか、ハワイとかしか行ってなかったんで、おうおう、ふっと気がついたんですよ、はい、運転免許が海外免許取らないと、はい、レンタカー借りられないという当たり前のことに気がついて、国際免許、はいはい、国際免許、はい、私ね今から40年ぐらい前に国際免許は1回だけ取ったことがあるんですが、まあ、あれ1年で失効するんですね。そうですね、1年ですね。で1年間有効で、それ以降あの、まあ、結構海外行くんだけれども、でもレンタカー借りてもハワイガムぐらいなんで、それ以外のところは最近ほらライドシェアサービスみたいなものがアメリカだと、はいはい、で東南アジアだとグラブっていうサービスで、ライドシェアでいくらでもあの行きたいところにすぐ行けるので、だから国際免許取ってなかったんですが、今回のところは諸般の事情からあれ国際免許いるよなと思ってですね、おうほうほう、今日実は本番前に行こうかと思ったんですが、行こうかと思ったんですが、はい、はい、そこで順番待ちをしていると番組を飛ばすと、
どっちを選ぶかと悩むまでいうことで悩んだ挙句ここに来た僕を褒めてほしい。いや褒めないですって。前々から約束してますからこれ、うん、決まりですからね。さあ先行ってください。ですしね、はい、じゃあいいですか。刑事コロンボもう一つ不発だったな。ね、昨日はね似てたんですけどね。ちらあそうなの、全面的に俺が悪いみたいになってますよ、はい、完全にもらい事だ。さあズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです、はい、で4時台は政治資金パーティーをめぐる問題で松野官房長官コメントを控えるというニュース。で5時台は75歳以上の医療費窓口負担2割へ引き上げを検討というニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのトークに関することですとか気になるニュースなどメールは zoom@1242.com。番組の感想など X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。で今日もお届けいたします。5時26分ごろズームオンミュージックリクエスト。今日のお題は飯田くんの刑事コロンボのモノマネを聞いたときに聞きたい曲。飯田くんの刑事コロンボのモノマネを聞いたときに聞きたい曲。まあこれは素直にね、はい、さっき聞いた感想なんかもこう交えながら選曲していただいて。あ、世の中の受け止め方がどうなのか若干気になりますね。そのあたりも踏まえて選曲して選曲理由も書いて zoom@1242.com まで送ってください。お待ちしております。さあ続いてはガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて587円59銭安い 32,858 円31銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 27.29 ポイント低い 2359.91 で取引を終えました。円相場は1ドル146円50銭付近で取引されています。東京市場の円相場は強含みの展開となりました。市場では今月18日19日に開催される日銀の金融政策決定会合でマイナス金利解除の観測が浮上すると日本の長期金利が上昇、円買いが優勢になりまして146円台半ばまで上昇しています。なお先ほど午後3時前に日銀の植田総裁が首相官邸に入ったとの報道が伝わりましたけれども、年に数回の意見交換の会で為替について突っ込んだ話はなかったとのことです。海外市場ではアメリカの新規失業保険申請件数などの経済指標が発表されます。今週発表された労働関連指標の結果からアメリカ労働市場の減速が意識される中で注目が集まります。以上ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。京都アニメーションのスタジオが放火され36人が死亡32人が重軽傷を負った事件で殺人罪などに問われた青葉真司被告に対し検察は死刑を求刑しました。判決は来年1月25日です。共同通信によりますと、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、安倍派の所属議員の中に、最近の5年間で9000万円を超えるキックバックを受け、裏金にした議員がいることが分かりました。安倍派全体での裏金は5年間で1億円を超えるとみられています。政府が3人以上の子どもがいる世帯の大学の授業料を所得制限なしで無償化する方向で調整していることが分かりました。自民党の税制調査会は幹部会を開き所得税などを4万円差し引く定額減税について年収2000万円以上の人を除外する方針を確認しました。
イタリア政府は中国に対し巨大経済圏構想一帯一路からの離脱を正式に通知しました。日本大学は昨日、違法薬物事件を受けて廃部の方針が示されたアメリカンフットボール部の部員を対象に説明会を開きました。オンラインを含め200人以上が参加、今後の手続きについて副学長が説明しました。南米ペルーで服役中だったフジモリ元大統領が6日釈放されました。日系2世で85歳のフジモリ元大統領は2010年在任中にペルー軍による市民の殺人事件を指揮したとして禁錮25年の有罪判決が確定し服役していました。 JR 東海は今年の年末年始に過去最多となる1日平均434本の東海道新幹線を運行します。またおよそ20年ぶりに全席指定となるのぞみも287本で最多となります。飯田君、忖度のネタは年末年始の新幹線が、のぞみがもう自由席がなくなるって話ですか。はい、そうですね。自由席がなくなるというニュースではなくて、何ですか、でも自由席がなくなった上で本数が増えるんですか。まあそうですね、臨時便を結構出しますんで、それがあって1日平均434本という。結構多い。1日434本ってすごい勢いで新幹線、はい、そんなにたくさん新幹線ってあるの。あるはあります。はい。でその上東海道新幹線は全部が重力路編成で全部が同じ座席割りをしているので、差し替えも随時可能というですね。ここが JR 東海さんのプライドなんですよ。434本ということは434かける16両走るってことだよね。そうですね、はい、でも434本かける16両の、新幹線が存在するというわけではないんだね、これが。ここがね、この間もネットニュース見てて、ああバカだなと思ったのは、まあ、ネットニュースじゃなくて国会の議論かな。なんか大阪万博で、はいはい、駐車場から会場までピストン輸送をバスですると、でなんか1時間に90本かなんか、バスを出すので、はい、そうすると45秒間に1回という計算になるので、はい、45秒に1回で1時間に90本ってどんだけ運転手がいるんだみたいな、そんなこと物理的に不可能だろうみたいな議論が国会で行われて、はい、この人たち頭悪すぎねえかと。うん、別にさ、それ別に90台いらないわけでさ、まあそうですね、その駐車場から会場まですぐなんだったら別に45秒ぐらいピストン輸送して行って戻ってくるだけの話だから、別に45秒どころか30秒ごとでも出そうと思えば楽に出せるわけで、なんか時間に90本もうそんなにバスの運転手がいるのかって、その議論頭悪すぎねえかと思うんだけど、そういうことが平然と国会の中で言葉として交わされるって、飯田君大丈夫か、この国は。まあね、パッと聞くとそう思っちゃうのかもしれないですけど、まあ、ちょっと想像すればね。それでいうとさっきの、ね、はいはい、勘違いで1日平均436本、436本の新幹線が、はい、出て、これが16両編成だから、はい、436本かける16両というとんでもない数の新幹線の車両があるんだっていう話にはならないんだけれども、それと同じ議論だよね、さっきの話。そうですね、おっしゃる通りですね。はい、なんだろう、なんか日本はとんでもないところで劣化してないか。なんか、まあ、脊髄反射的なものが増えたんですかね。なんかね、本当になんかね、日々の議論を聞いてて、おいおいと思うことがあまりに増えてね。ちょっとやっぱり日本の学校教育大丈夫かと。で、まあ、今後は大学は3人目以降無償化。ああ、はい、うん、そんなニュースが今日は入ってきておりましたね。はい、はい、飯田君は一人っ子。私自身は弟が一人、二人兄弟でした。二人兄弟、はい、だからまあ関係ないっちゃ関係ないんだな。まあそうですね、うちほら子供三人で、三人ですよね。三人目の子供も全額親丸負担でさ、はい、私立高い学費の私立行き上がったからさ、引き上がった4年間トータルで。うん、俺は別にそれで文句言わないよ。うちはそれが出せる家庭でよかったねとこう思うだけだから。いけない子供にの学費を公費で負担するという、うん、だけどね、はい、さっき の45秒で1台バス出せるか出せないかの話と同じでさ、ほうほう、いくらなんでも頭悪すぎるだろうみたいなことを
大学出たってまともな日本語で文章を書けないような子どもたちもいるわけで、それも含めてだな、はい、公費で負担するというのはもしかすると学生救済策ではなくて、学生不足に悩んでいる、まあ、いや、まあ、十分な教育が行われているとは思えないような大学も含めての一括救済策なんじゃないのかと。ね、はい、だからまあ、国公立だけ補助しろみたいなことを言うと、飯田君は国公立か。まあまあ、そうですね、はい、うん、皆さんの税金で出させていただきました、ありがとうございます。あ、偉いね。え、そうじゃないだろう。だって今国公立の学費も昔に比べると随分高いよ。まあそうですね、うん、私のうちの兄貴が国公立の大学行った時には、ほぼタダに近かった。おお。で、俺の代になったらもうそこそこ国公立も値段が上がってきて、さらにその後で言うと私立と、はい、まあまあまあそれでも国公立の方が安いっちゃ安いんだけどさ、うんうんうん、でも昔みたいにほとんど国公立はタダに近いっていう感覚じゃなくなってきたもんね。まあ、あの当時でもそうですね。で、今はね、国立大学法人っていうふうに気候も変わってますんで、また多分いろいろ変わってんじゃないかなと思いますけれども。いや、だからね、私はどこに誰のために何を補助するかというのはもうちょっと詰めないと、はい、とにかく3人目以降だったら一律ただっていうのは、その議論はあまりにも乱暴じゃないかという気は正直するんだけれども、きっと何かの政治的思惑があるんだろうねということで言うと、その一つ前の、はい、パーティーの問題ですが、はいはい、これについては今日はこれ4時台メインはこれか。そうですね、4時台の1本目、これを置いておきますね。これ最終的に、はい、国会議員には不逮捕特権といって、国会開会中は国会議員は逮捕されません。だから現状において臨時国会が行われている状況の中で、警察検察が強制捜査に踏み切ることはまずないというのが一般的な見立てということになると、この臨時国会が終わった後、さあ逮捕があり得るのか、一体誰が具体的に逮捕されるのかという、そのコアな情報について、4時台に飯田君に語ってもらうことになります。待って、おー、びっくりしたわ今。辛坊さんやっぱ情報持ってんだなと思って、ほーと聞いてたんですけど、何言ってるんですか。辛坊治郎ズームそこまで言うかですからね。いや、来週からタイトル変えます。いやいや、変えないです。来週しかも大事な1週間じゃないですか。何言ってるんですか。そう簡単に変わらないですしね。ちゃんと働いてもらわないとね、困りますよ。そうですか。イタリアが一帯一路から外れましたか、はい、中国の経済圏構想の、大体そもそもイタリアが参加した時に、なんでイタリアが参加するんだよって、そんなに困ってんのかイタリアはと、うん、こう思ったんだけど、うん、案の定一帯一路に参加したところで何のメリットもなくて金が出る一方だと、はい、どうやら10兆円ぐらい焦げ付いてるという噂もあったりなんかして。そうみたいですね。中国も中国でその焦げ付きどうするよっていうのは結構頭抱えてるという話もありますね。まあ、だから一帯一路でね、いろんなところを債務付け借金付けにして、はい、金返せない国は公安差し押さえちゃうみたいな乱暴なことをしだしているという状況に、イタリアもさすがに、いや俺らが一枚噛んでる場合じゃねえと、ようやく気がついたかって感じだよねこれ。そうですね、 G7 で唯一でしたから、はいはい、とりあえず以上です。はい、ズームフラッシュでした。12月7日木曜日、時刻は午後4時3分を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と、東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと飯田浩司の3人でお送りしております。今日もたくさんのご意見どうもありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介してまいります。まず神奈川県横浜市のシナモンパパさん、58歳。飯田さんの新作のモノマネ素晴らしいとは思いますが、お、ありがとうございます。岸田さんがセリフを変えたものとしか感じられません。飯田さん、丁寧な説明を求めます。気づきましたか。うちのおかみさんがね、というですね。それはちょっと、はい、どうして今頃になってさ、普通総理大臣というのは、はい、総理大臣になった瞬間に派閥辞めるもんじゃない。で、今になってさ、はい、派閥の会長を降りるってどういう了見なのこれ。さまざまな議論がありました。辛坊さんのご指摘のような議論もあったわけですが、まさに慎重に検討を重ねたところでご理解いただきたい。それさっきのコロンボとどこが違うのよ。まさにうちのかみさんが
言っている。なんだよそれ。こちらの方もね、モノマネについてなんですが、はいはい、岡山県岡山市秋野布おむつさん42歳ですね。コロンボの、はい、刑事コロンボの吹き替えは初代は小池浅尾さんですが、飯田さんの世代は2代目の石田太郎さんだと思います。さっきのモノマネはどっちを意識したものですか？私のイメージする小池浅尾さんのコロンボはね、もう一段声が低いですね。あ、うちのおかみさんがね、うん、もっと低い、もっと低い、うん、うちのおかみさんがね、いやそれ全然違うキャラになってるし、違うキャラになってますね。え、あ、じゃあ私も石田太郎さんイメージしてた。ああ、なんかあの調べてみると小池さん85年に亡くなられていたということでありますんで、うん、まあ、そうすると私が子供の頃の記憶もやっぱり石田太郎さんかなというね。あ、ですね。だからね、私の知ってる小池、だからあのさっきあのなんでドーンをやってもらったかというと、あのドーンの大平徹さんってかなり声が低いですよね、うんうんうん、なんかそっちに近い感じぐらい低いんですよ、私の知ってる刑事コロンボの最初の吹き替えは。なるほど。でね、で後で驚いたのは、はい、刑事コロンボを英語で聞いたら、うん、英語の刑事コロンボの声の方が、うん、吹き替えの声よりもだいぶ高いんですね、うん、これが。へー、だ多分ね、2代目の方が本当のあのピーター・フォークの声に近いんだと思いますよ。近いんですかね、石田太郎さん。そんなことはどうでもいいけどね。いやー、確かに劇場とかなんか吹き替え以外であんま見たことなかったですからね、子供の頃。なんか、ね、土日の夜9時からって。刑事コロンボファンでね、刑事コロンボの一時期ね、はい、シリーズものの DVD が出たことがあるんですが、毎週1本発売みたいなやつ、全部買いましたからね。あ、そんなにお好きだったんですか。それはうかつにモノマネした方がね、いや本当ですよ、大失敗でしょ。大失敗でしたね今日はね。大丈夫です、それから、はい、まあ、これも飯田さんにだ、江戸川区のぶっちゅうさん、はい、飯田さんお誕生日おめでとうございます。あ、恐縮です、ありがとうございます。これからもおっちょこちょいでみんなから愛される飯田さんでいてください。 ありがとうございます。そこまでゆかの番組の公式 X を見ていたら、飯田さんが誕生日プレゼントを催促していましたが、その後プレゼントもらえましたかって言い、なんとですね、今日あのもうすでにどっかに上がってるかもしれませんが、はい、皆さん言っときますよ、飯田浩司君はなんとスタッフ全員から10億円の金をかき集めて持ってきましたからね。頑張って10億円プレゼントしました。10億円っていやだ、語弊が当たりは10億ってやつじゃないですか。そうでしょ、そう、まあ、間違っちゃいないっていうね、はい、10億円10億円10円置くのと違います、今日のこの段階では10億円かもしれないと。いやそうですよ、は今は期待値10億だから ね広がりますよ。そうです、夢が。そうそうそう、年末になったらただの紙くずになるかもしれません。いや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 、それでもね。でね、まあ、おととい飯田さんのお誕生日でしたが、今日は実はですね、はい、あの、はい、内田有紀アナウンサーのお誕生日ということで、へ、あの内田さんにもちっちゃな夢をあのプレゼントしておきましたんで、ちっちゃな夢を飯田さんと比べるとちょっとあの最高当選金30万円ぐらいだね。いやいや、わかんないですけどね。もうちょっとあれじゃないですかね、うん、夢は大きく、あ、なるほど、最高当選金は同じなんだけれども、そう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 、確率が低いんだな。そういうことです ね、 ね、だいぶ精緻な読みをされましたね今、まあ、それはいいんですけれども、はい、飯田君、はいはい、ところでいくつになられたの。私42であります。 42、 それってなんかいわゆる厄年とかじゃない。数えだと去年が42の年なんで、うんうん、今年は後役なんですよ。ただ万年齢だと今年が本役。あ、なるほど。今年の頭に川崎大師に行ったらですね、数えと万年齢とどっちでやりますみたいなこと。選べるんですかそれ。そう、両方あるみたいな。どっちでって言われるとどうしよう、無料をやってたらいいんじゃないですかとかね。そうそうそう、そうなんですよ。まあ、でもこういうものはね、気持ちですからなって言われて、そうどうしようっていうね。そうということで、気が弱いからお札2つありますよ。よかったね、でも飯田君。私あの飯田君は10年ぐらい前から知ってますけれども、はい、だんだんあの実年齢が追いついてきてね。まあ、まだ押しも押されもせぬ中年男性。いや、それ本当ね、なんか人生損してる気がするんですよ。そうだね、若い頃に、ね、俺の青春はどこにあった。そう、俺の青春が消えてるんですよ。高校の時にすでに社会人に見られて、なるほど、おタバコお吸いになりますかって中学2年でもう聞かれてるんで。俺の青春どっか行ってるんですよ。本当だな。そのうちいい答えありますよ。でも多分どっかで戻ってくるよ。そういうのは大体ね、最後つじつま合うことになってるから。合うことになってますかね。いやでもな、俺の人生っていうか俺の経験で言うと、はい、まあ、ついてないやつは一生ついてないっていうケースもあるしな。全然トントンにならないじゃないですか。
どうも俺後者のような気がしてならないんですよ、ね、いや分かんないですよ、そんなことないですよ、ね、大体あの神様は見てらっしゃいますから、見てらっしゃる、バランス取れることになって、そうですよ、ね、年末に、ね、信じましょう、大きな運を、ねね、使うかもしれない、ね、信じるというのは大切です、信じるというのは大切、どうしました、何ですか、これ以上先はないん、いやいやそんなことない、だからあの10億当たったら1割ちょうだいね、いや待って待って待って、1割は多い、何を言ってるんだ、10割、10億分当たったら1割ぐらい、へでもなかの、いやここでこうやって喋ってる分ですね、10億当たってもだって国税がやってくるじゃないですか、え、宝くじって税金いるの、あれどうなんだっけ、宝くじはいらない、あ、宝くじ引かない、宝くじ税金いらないんじゃないか、知らないけど、俺も当たったことないから分かんない、ね、宝くじに税金かかってる、かかるって話は聞いたことないぞ、馬券はかかるんですよね、え、かかる、かからない、かからないです、まあ、かかないですよね、はい、やっぱり宝くじには税金かかりません、馬券が当たるとかかります、かかるんですよねこれがね、はい、え、宝くじはかかりません、かかりません、だから10億飯田くん丸儲け、おやったー、やっぱり1億くれそうそう、その1億に関しては贈与税が発生するんだよ、ああなるほどなるほど、あ、そういうことですか、そうか、辛坊さんにおいては雑所得扱いにもなると、だから裏からくれ、うん、キックバックでくれこらじゃあパーティーをやりますかなっつって何を言ってるんですか、じゃあこの後そのキックバックの話題で掘り下げていきましょうね、この後ね、なんかすごい無駄な時間を過ごした気がします、そんなことないっすまだまだご意見は zoom@1242.com X はハッシュタグ辛坊治郎ズームで、お願いいたします。で今日のズームミュージックリクエストのお題は、飯田くんのケージコロンボのモノマネを聞いた時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。政治資金パーティーをめぐる問題で松野官房長官コメントを控える。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で松野官房長官は今日の記者会見で、野党が安倍派幹部の松野官房長官の辞任を求めていることについて、個々の発言について政府としてコメントすることは控えると述べました。野党側は官房長官の職を辞することを求めております。で一方で松野さんは、まあ、定例の会見は1日2回あるんですけれども、政府の立場として出ているから派閥のことは答えを差し控えるとこういうような答えを繰り返しております。毎日のニュースを真剣にというか、かなりあの一生懸命追ってらっしゃる方はあえて説明する必要はないだろうと思いますが、はい、この派閥の政治資金パーティーをめぐる問題というのが一番最初に報じられたときは、今回一番最初に報じられたタイミングでは、うん、自民党の5派閥だったかな、まあ、要するにほとんどの派閥に関して言うと政治資金規正法上問題があると。で最初に問題だとされたのは、今回今も浮上している問題とは違って、はい、あの政治資金パーティーに関して言うと、一企業団体から、うん、あの一つの、寄付、あ、政治資金パーティーに拠出できる金は20万円が上限なのに、まあ、間国会議員を何人も通じているので、うん、あの確かに一つの国会議員を通じて納められているのは20万円までなんだけど、複数の国会議員のやつを全部足し上げると、はい、あれ、うん、一企業団体から、一つの派閥のパーティーに20万円以上お金が支払われているのに、うん、20万円を超えると名前を出さなきゃいけないのに、はい、名前が記載されてないんじゃないのっていう、うん、そういう扱いをされてたのが自民党のほとんどの派閥だったよというのが最初のニュースなんですよね、うんうん、そうですね。ところが今それとは全然違う話で、はい、今話題になっているのは自民党の中で安倍派、それに続いて二階派というのが出てきましたけれども、うん、この安倍派と二階派とそれ以外の派閥にはまだこの話は出てないんですね。それ以外の派閥でもあるんじゃないのと見る向きはありますけれども、今あの集中的に攻撃されているのが安倍派。なぜかというと、二階派の話は出てきたんだけども、二階派も安倍派も今回の話は、前回 の, あの20万円を超える献金をしていたけどそれ帳面につけていなかったではなくて、うん、派閥の国会議員にはノルマ、だいたいパーティー券って政治家のパーティーって1枚2万円っていうのが標準なんだけれども、はい、有力な国会議員に関してベテランだと1人300枚とか、うん、まあ、新人だとまあ100枚とか、とにかく売れと、うん、企業回ってこいと、団体回ってこいと、でパーティー券売れと、うん、そのパーティー券売った金を派閥にあげろと、うん、まあ、ご存知のように
伊田君なんかはまあ仕事で政治資金パーティー金払わずに見に行くこと多いと思いますけど、まあ来るもんなんかないわね。まあ立食でね、あの人数がものすごく多いからあっという間に、まあだから2万円で、だからある企業が例えば、上限の20万円で100万円パー券を買ったとしたって、はい、まあ何人かとにかく顔見せに行っとけぐらいな話で、パー券買っても行かないので、普通の結婚式のパーティーみたいにパーティー券売れた人間がほぼ来る、その人たちにご飯をちゃんと食べさせなきゃいけないっていうパーティーじゃなくて、初めから資金集めが目的だから、パーティー券買う方も何回行って飯食う方なんて思ってないし、パーティー券を買うのが、まあ言うや、慣例上の義務になってると、これで言うやさ、寄付と一緒でさ、はい、寄付だと5万円の上限がついちゃうんだよね、5万円を超えると名前を出さなきゃいけない、だけど政治資金パーティーならば、20万円まで名前を出さずに献金ができると。はい、これさ、制度として間違ってるよね。だってまともなパーティーじゃないわけだから献金と一緒だろ。だったら上限は少なくとも合わせて5万円にしないとさ、こっちのやり方だったら20万円まで OK だったら、ほなこっちにするだろう、ね、だからまあパーティー券で、あの収益が 90 何パーセントみたいな報道がされてるけれども、そんなことみんな知ってただろうって、みんな政治家の資金集めパーティーなんて、パーティー券が売れただけの人数は絶対来ないし、絶対入らないだけのキャパの会場しか選んでないし、並んでる料理から見たって少なくとも2万円元取ろうと思って来てる客なんかいないわけだし、鼻からそんなもんだろうっていう、それで来てて、だけどまあ少なくともそれに関して言うと、はい、うちは何枚パーティー券が売れていくら、この派閥にお金が入りましたよっていうのをちゃんと帳面にさえつけてりゃ合法なんだけども、今回明らかになったのは、まあ、例えば1人100枚というふうにノルマを課せられた国会議員が150枚売りましたと、はい、でノルマを超えた50万円分に関しては、まあ、派閥からお金を戻しますと個人に、だけど戻された個人がそれぞれの資金管理団体、はい、あるいは政党支部かなんかの名義でちゃんと帳面につけてて公表してりゃ、これはまた合法なんだよね、はい、であの日本の政治資金規正法って政治団体同士のお金のやり取りに関しては相当緩いから規定が、あの、まあ、大半は合法になっちゃう、だけどつけてないところは完全に非合法っていうか、あの違法になってしまうと、はい、で今回おそらく安倍派に関してはその返されたお金に関して相当多額の金がつけられていないんじゃないの、新聞報道では人によっては過去5年間で9000万円ぐらい、まあ、それがキックバックで払い戻しされてるんだけどつけてなかった人がいるんじゃないのっていうのが報道されてるけれども、なんで過去5年かというと、要するに過去5年というのは法律上遡って処罰できる時効にかからない分だから、はい、実はその前はもっともっと長期間にわたってすごい額やっていても、これはもうあの今から追及、法的に追及できないから新聞の記事にならないだけで、だからもうどこの新聞も2018年からの5年間でっていう書き方をしているのは、犯罪に問える限界点までを遡って、ある個人に関して言うと5年間で9000万円ぐらい、9000万円となると、はい、さっきの10億当たったら1割くれっていうのにかなり近い金額で、これは、はい、あの検察が動く、検察ってやっぱりね金額って非常に重視するので、やっぱ9000万という額は、刑事的な責任を取らせるのに十分な額だというふうにおそらく判断するだろうねと。これはまあ連日申し上げているように、キックバックを受ける人たちというのは、その派閥の中でノルマ以上にチケットがどんどん売れる人となると、金出す側だって当然下心を込めて出すわけだから、はい、有力政治家で将来もしかするとここに金を出すといいことがありそうだなっていうところにしか金は出さないわけで、まあ、簡単に一言で言うと有力政治家が、おそらく今後訴状に上ってくる可能性が高いと、つまりノルマのチケットを売るのにアップアップぐらいな若手の議員とかは訴状には上ってこないよねっていう、そういう構造の中でさ、誰が名前が上がってくるんだというと、その安倍派ですわ、はい、さっきあの二階派っていうのも最近上がってきてますが、二階派に関してあんまり報道されないのはですね、二階派の説明によると、あのキックバックはしてますけれども、それに関しては帳面にあのそれぞれの国会議員がつけてるはずですっていう説明をしてて、でも今のところやっぱりつけてるんじゃないのっていう、それ以上の報道がないんで、二階派に関してはあんまり報道されないんだけど、安倍派に関してはやっぱり
その有力議員の人たちがキックバックを受けていてつけていなかったケースがかなりありそうだな。さあその問題は有力の国会議員とは誰かという話なんですが、はい、安倍派で一番偉いのは、うん、亡くなられた安倍さんなんですよ、ね、それは当たり前だけど、安倍さんが亡くなられた後他の派閥と違って、まあ、安倍さんの力が大きかったせいもあるんだけれども、はい、次誰っていうのの、選出に苦労をしてですね、つい今年の夏に決まったのでは、はい、集団指導体制にしましょうかというものすごい曖昧な決着で、はい、有力な、5人の国会議員を軸に、はい、プラス1名の塩谷さんという、この人、はい、座長という役どころで、塩谷さんを座長という役どころにして、それ以外の5人の有力国会議員の、まあ、いや集団指導体制にしましょうということが決まったんだけど、うん、その座長の塩谷さんが11月30日に、はい、キックバックなんかあるんですか、うん、あると承知してますみたいなことを言っちゃって、そこから数時間後に、いや、撤回します、撤回しますっつったって、あんたさっき言ったからあるってって、座長がそれ言って、数時間後に撤回っていうことになると、もう全員の感覚で言うと、この人たち、そもそもそれが悪いことだと思ってなかったんじゃないのっていう。で急にみんなが騒ぎ出したんで、あれ悪いことなんだって言って、あれ俺とんでもないこと言っちゃったかもみたいな、それで撤回すると。となると、はい、まあ有力なその安倍派の幹部の5人と、いうのがクローズアップされることになるわけです。その5人のうちの1人が、先ほど飯田君が言った現官房長官、はい、松野博一さん、昔ながらの言い方をすると総理大臣の女房役というふうに言われることが多いですが、はい、まあ、大臣の一人ですね、この官房長官の松野さんというのと、うん、それから今の経済産業大臣の西村さん、はい、そしてこれは党の方の役職ですが、国対委員長の高木さん、はい、それからこれもまた党の方の役職ですが、政調会長の萩生田さん、うん、それから参議院の有力者であるところの参議院幹事長の世耕さん、はい、この高木さん、松野さん、西村さん、萩生田さん、世耕さん、まあ、いわゆる安倍派五人衆と言われる人たち、はい、プラス、まあ、塩谷座長で、大体これ6人で安倍派は回していこうねということになると、さあこの6人プラスあと1名、今年の夏の集団指導体制を決めるときに、一人だけまあ外されたというのか、あれ、なんて言ったらいいのかな、表現として、下村さんという東京都、東京11区かな、の国会議員の方がいらっしゃって、この方は文部科学大臣かなんかを歴任されている有力国会議員なんだけれども、まあ多分いろんな人との圧力があって、なんか一部の週刊誌報道だと、派閥の会長になりたくて、有力者、もう、まあ、そういう意味では有力者という意味で言うと森喜朗さんなんか有力者だよな、うんうんうん、だけど今国会議員じゃないのかも、森さんは、はい、森さんはもう国会議員ではない、まあ、お金を渡したんじゃないのみたいな一部報道をされたりなんかして、ちょっとそのいわゆるその安倍派の集団指導体制の中からは今外れちゃってますが、下村さんという方がね、うん、いらっしゃって、まあ、大体注目の一致するところで言うと、塩谷さんを入れてこの7人ぐらいがいわゆる安倍派の幹部で、はい、当然幹部で、将来今名前を挙げた中には総理を目指す方々もいて、この人たちが総理になった時に当然のことながらやっぱりパーティー券で援助しておいた方がいいなという人たちもたくさんいたであろうということを考えると、飯田君、はい、誰って言われてもねえ。で、まあ、かつね、派閥の事務総長をやってた方々が、この中で、西村さん、松野さん、高木さん、そして下村さんと、いらっしゃる。まあ、事務総長をやってたからといって、会計に関わってたわけではないんだと、こういうふうに、まあ、高木さんは、ね。そうそう。で、これ、何の罪で挙げるかによるんですけども、はい、例えば、今、名前を挙がってる人以外で、誰かが、まあ、検察の捜査対象になったとしたときに、事務総長というのは会計責任者、派閥の会計責任者ではないんだけれども、その人たちが直接キックバックで上げられなくても、それ以外の人間が上げられたときに、事務総長は場合によっては、うん、共謀共同正犯ということで、はい、共謀の罪を問われる可能性がある、あるということで言うと、うん、まあ、松野官房長官が、まあ、今日あたりもうとにかく記者総出で
突っ込まれて、うん、あのさ、官房長官の記者会見だから、政府の立場だから言えないっていう言い方をいつまで続けてるつもりですか、あなた、この件に関して官房長官という立場を外れて、喋りなさいよっていう、今、あのプレッシャーの中で、おのおのが、まあ、さっきみたいにですね、さっきの飯田君みたいにですね、なんだっけ、なんですか、なんかあったね、ツッコミのメールが入ってたよね、詳細な説明を避けるじゃねえや、なんだっけ、いや、まさにしっかりと、そうそう、丁寧な説明を、丁寧な説明を求められていて、おのおの丁寧な説明ができずに、はい、立ち往生していると、という状況に、あるので、はい、検察はやっぱり一人で9000万円もキックバック受けて政治資金規正法上の報告義務を怠って懐に入れちゃって裏金にしてるというような事例がもし見つかったら、まあただではおかないだろうなというのと、うん、これがまあ小さな声でしか言わないけれども、はい、安倍さんが健在だったら検察もここの歯に手突っ込んでなかったかもしれないけれども、うん、何せ総理大臣が岸田さんで、はい、やっぱりね、どうしたって権力の顔色見るに際して現状の権力は岸田さんだというところの中で、うん、検察は動いてるんじゃないのというようなうがった見方を井田君、性格悪いよそういうこと言う。また最後に僕の主語を僕に持ってくるんでやめてもらっていいですか。その手法はね、もう毎回いかんな、ね、これちょっとパターン読まれてるから次回からパターン変えよう。まあ、そしてね、そう、明日は集中審議が行われますんでこの話、野党がガンガン突っ込んでいくんだろうと思うんですが、うん、野党の側でもちらほらと政治資金収支報告書の修正が行われてる部分もあったりなんかして、そうなんだよ、うん、そうなんだよね、なんかさ、もうさ、はい、政治と金って言われ出して一体何年になるの、飯田君、うん、あのこの間昨日か、あ、泉立憲民主党代表が朝の番組に出てくださったんですが、いやもうこれ金額の上限とか変えてちゃんと法律変えなきゃダメだよねっていう話はしてたんですが、そういう議論になっていくかどうかですね。私が知ってる国会議員なんか、まあ、いわゆる新興政治勢力が多いんですけども、はい、うん、ちゃんとしてるよ、少なくともそのあたりの金に関しては、まあ、文通費も含めて出してたりするんですよね。10万円のやり取りでもね、ものすごい気遣ってたりなんかするのがね、手に取るように分かるんですよ。だから昔ながらの政党って、昔は全く規制がなかった時代があるからね、はい、これで、まあ、豪邸作って濃い池に買っちゃったりなんかするっていうその頃の感覚から抜けられない人が多分たくさんいるんだろうなと思うね。意識変えなくっちゃね、飯田君。いや1億当たったらキックバックね。パーティーやりましょう。そうだな、パーティーだな。ノルマ設定しますからね。100枚ダメ。ズームオンでした。失礼しました。12月7日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。こんばんは、日本放送の飯田浩司です。さあ、ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストをいただきました。リクエストをご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は、飯田くんのケージコロンボのモノマネを聞いたときに聞きたい曲です。今日もね、難しい。そもそも謎があるんですけども、うん、はいはい、どうして飯田くんは昨日ケージコロンボのモノマネをやることになったんですか。何でしたっけね。いや、それこそ番組の前にですね、このスタジオにブラッとなんか寄ったんですよ。でそこで雑談してる最中にそんなことが出てきたっていうですね。別にフラッとピーターフォークが現れたとかそういうんじゃないんですね。そういうわけじゃないですね。そう、なんかね、突然披露し始めたんですよね。でもそう言われるとすごい自意識過剰な欲しがり野郎みたいな感じです。いやいや、なんでこのタイミングでケージコロンボなんだと。確かにね、素朴な疑問が、ね、はい、まあいいや。それで世間の評判どうですかね。はい、リクエストいただいております。まずは茨城県土浦市の三春さん、49歳男性の方は、はい、まず辛坊一郎さん、ごめんなさい。マジっすか。バカにしてんのかよ。バカにしてますよ、辛坊さん。怒った方がいいですよ。物語リスペクトです。番組の最初に飯田さんが、はい、うちのかみさんがと言った時に、私はケージコロンボというよりパンツ履いてますよの安村さんの声色に近いと思いました。Don't worry, I'm wearing. あー、今日うるさいですね。うるさいですよ、辛坊さん。リモートだからいいですけどね。そうですね、失礼しました。リクエストは
鈴木雅之さんの違うそうじゃないお願いします。失礼しました、うん、そして練馬区にお住まい61歳男性ラジオネーム SDGs さんは、はい、僕が好きな山口夏男さんのモノマネを100点とすると、 ありがとうございます40点ぐらいですかねなかなか厳しいですね、うん、どんどん新しいものにチャレンジする飯田さんの心意気好きです がでもダメなものはダメというダメ押しをさせていただきたく、はい、ウルフルズのダメなものはダメでお願いします。そんな曲があるんだ、ねえ、ぴったりな基本ダメ出しリクエストみたいになってますけど本当ですね、足立区の足立のマッサンさん67歳はですね、はい、飯田さんのモノマネ史上最低水準でがっかりしましたボロカスじゃないですかでもね、飯田さんがねやっぱ好きやねんっていうことで、屋敷隆人さんやっぱやっぱり好きありがたいですね。やっぱありがたいですね、はい、恐縮です。優しい方、ね、栃木県の梅干し小僧さん64歳男性は、はい、光源氏でパラダイス銀河をリクエストします。ほうほう、どうしてなんでかな、ね、飯田さんしゃかり気になってコロンボの真似を練習したんでしょうね。そこで大人は見えないしゃかり気コロンブースという歌詞があるこの曲をリクエストします。しゃかりきでいろんなものやりますから新潟県の上越市スーパーカブブンブンさん、ほうほう、飯田浩司さんの刑事コロンボのモノマネを聞いた時に聞きたい曲は刑事といえばデカですよね、うん、リクエストは少年隊のデカメロン伝説でお願いします。デカつながり、刑事の方には行かなかったんですね、うん、じゃあデカなら何でもそうなっちゃうね、ねはあ、そして石川県能美市にお住まい毎回録音さん57歳男性はですね、はい、刑事コロンボのモノマネが滑った時にふさわしい曲は、うん、いや別に滑ったとは言ってないですよ滑った前提になっております。ふさわしい曲は何といっても、はい、刑事コロンボのテーマではないかと思います。この曲が流れると番組が終わった後しみじみしたものです。飯田アナウンサーがこの曲を背にスタジオを去るシーンを思い浮かべたいそれじゃ私はここでいやそれもぐろ不動だったそうですよね、まだね、はい、そうですか、いろいろいただきました。本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、かけにくいかもしれないですけど刑事コロンボのテーマ。おお。じゃあこれエンディングでね聞いてみましょう。で飯田さんにはねこの曲を背にスタジオを去るという。ダメだよ去っちゃう、まあ、エンディングあるからねということでエンディングでお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 それから X でも参加してください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。75歳以上の医療費窓口負担2割へ引き上げを検討。政府は少子化対策の財源確保に向けて75歳以上の後期高齢者の医療費の窓口負担の引き上げを社会保障の改革工程の原案に盛り込む考えです。後期高齢者のうち一定の所得がある人を除いて原則1割負担となっております。とはい、ですね、まず前提として全体として、はい、私は前々からの持論で、はい、世論とはだいぶ違うのかもしれませんが、医療保険における窓口負担を年齢で、まあ、差をつける必要はないだろうというのが私の基本的なスタンスなので、はい、まあ、世の中の人とは意見が違うかもしれません。現状どうなっているかというと年齢で分かれています、現役世代は窓口負担が3割ですね、はい、ただまあ高齢者は医者にかかる率も高いし所得も現役世代に比べると低いので段階的に下げられていて75歳以上いわゆる後期高齢者になると原則窓口1割負担、はい、9割が健康保険から賄われます。それで、これを窓口で1割なんだけども、
まあ、ちょっと最近でこそ1割だけど、一時政治家の地方政治家の人気取りで高齢者医療費ただみたいなことを打ち出す自治体が結構あったんですよ。うん、そうすると何が起きたかというと、どこ の, あのクリニックも高齢者のサロンと化してですね、待合室にもうとにかく医療費ただだからでも人があふれかえると、うん、ただっちゅうたって本人の支払いがただなだけで、はい、お医者さんにはあのお金が行くわけで、うん、当然公費からお金が出ると。でそれはどうなんだろうって、やっぱりちょっとあの、クリニックが高齢者のサロンと化してるのはどうなのって話になって、まあ、だんだんあのただっていうのはさすがになくそうって、でもやっぱり今原則1割負担なんで、現役世代はやっぱり3割負担、やっぱり3割負担ってそこそこ重いですか、やっぱり飯田君。まあ、それなりにかかるよねという感じ、まあ、でも、まあ、アメリカあたりに比べると医療費の、はい、多分水準がね、基本設定価格が、うんうん、アメリカあたりなんかに比べると多分だいぶ安いんだと思いますよ。お医者さんの中にはそういうのにものすごく反感を持つ人も多いみたいですが、まあ、結構厳密に医療費いくらっていうふうに、はい、まあ、あの多額の健康保険が支払われてるからで、アメリカみたいにあの、そういうのはもう勝手にやって、ね、あの民間の医療保険入ってない人は病院で診てもらえないよっていう国じゃないのでね、基本やっぱり公的健康保険を維持するためには、薬代がいくらであるとか、病院の治療代がいくらかっていうのは厳密に公費で決められてるんで、おそらくね、医療費全体の一件あたりの医療費みたいなことで言うと、例えば盲腸になった時いくらお金がかかりますっていうのは、3割負担じゃなくてその10割を考えた時にもアメリカなんかに比べると多分ずいぶん安いんだろうと思いますが、いずれにせよ現役世代は3割負担、75歳以上の高齢者はあの現役世帯並みの所得があると、一定以上の所得のある人は2割以上負担になってますけれども、はい、まあ、あの多くの方は1割負担で、その結果何が起きているかというと、今の医療費なんですが、まあ、75歳以上だとね、確か私の記憶で言うと、1年間の1人当たりの医療費平均が90万円を超えてるはずです。で65歳以上でも平均で1人当たり年間67万円とかそのぐらいいってると思います。じゃあ65歳未満はどうかというと、飯田君なんか年間ほとんど医療費使ってないよね。まあそうだと思いますね。私65歳オーバーですけれども、まあそれはもう個人のその、まあ、生き方の問題もあると思うんですが、そうですね、私もあの盲腸であるとかがんであるとか重大な病気の時には病院にお世話になって助けてもらいましたけども、普段まあちょっと喉が痛いとか風邪ひいたぐらいではまず病院行かないんで、年間の医療費もそんなにかかってないんだけれども、現実に例えば65歳未満で見ると、65歳未満ということはまあ60歳代の前半も入ってますが、はい、それでもね、国民1人当たりの医療費って年間平均で15万円前後なんですよ。ところが65歳超えると、65歳以上の平均は67万円とかだから劇的に上がるんですね。75歳以上になると90何万円になるわけですよ。で、75歳以上で医療費全体の4割を使ってるんですね。ということで言うと、本音は、政府の本音は、はい、今1割負担だからこんなに高齢者の方が75歳以上はお医者さんにかかるけれども、これを2割負担にすることによっておそらく、まあ、どうしてもの時以外はなかなか病院に行かなくなるだろうと、医療費全体を引き上げる、引き下げる効果があると、で引き下げると、で現状においてはあの若い人、現役世代が払う多額の医療費がその75歳以上の高齢者に支払われているんで、医療費全体の将来を見た時にバランスを取って現役世代の負担がこれ以上増えないようにしましょうというのが趣旨なんですよ。で、そう説明すりゃいいのに、はい、今回のことに際して、いや、75歳以上の医療費を窓口負担2割へ引き上げて、少子化対策の財源確保しますっていう、こういう言い方なんだよ。そうすると、高齢者の立場からすりゃ、何俺らの医療費の窓口が1割負担から2割負担になって、その負担する分が少子化対策に使われる、ふざけんなよって、高齢者はみんな思うよね。うん、こ
この説明だとそうなんですよ、はい、だからお金に別にあの色がついてるわけじゃないんで、うん、全体としてのバランスとしてのこの説明が間違ってるとは言わないけれども、ええ、いや今とにかくあの若年層の皆さんの負担で高齢者の医療が賄われてるんです。で高齢者の皆さんにもちょっともう今以上に負担してくださいねっていう言い方が正しいのであって、うん、高齢者の医療費の負担を増やして負担して増え余った分に関して少子化対策に回しますと、いやそりゃ違うだろってなるじゃないですか。なんでこういうバカな説明を日本政府はするんだと、真面目に現状こうなってますからこうさせてくださいって言ったら高齢者だってバカじゃないからみんなそりゃそうだねって思うところが、医療費高齢者増やして高齢者の窓口負担増やしてそれで少子化対策に回しますって言われたらちょっと待てよと、目的外使用だっていう風になって、それは構造が間違ってじゃないのかって、なんでこんな説明を井田君するかな日本政府は。いやそもそも論として、なんでこの少子化対策をですね、もう保険料の値上げの部分でやるかって、これ現役世代は別で2026年度から取るみたいな話が出てきてますからね、また社会保険料上がるっていうね。そうだからね、あの現役世代にこれ以上負担をさせないために高齢者の方も負担してくださいねっていう言い方が多分ね、うん、説明としては一番正しいんだと思うよ、それを高齢者の窓口負担を1割から2割に上げて、その分のお金で少子化対策を行いますって、それは違うだろうって誰でも思うわな、なんかこの政策を考えてるやつ人たちって、はい、頭相当悪くないか。何なんですかね、説明の仕方というかね。そうなんだよ、だから同じことやるにしても、それじゃないだろう。だから、ね、今起きてることを丁寧に正直に説明するという一番の原点がどっかへ拭い去られてだね、それでまあレトリックばっかり使おうとするわけだ、まあ、この説明するとまた世代間対立煽るみたいなことになっちゃいますからね。なんかね本当にね問題だと思うな、なんとかしてちょうだい飯田君、なんとかしよう。志望さん、時は今、総理これでいいのか。要するにしっかりと検討してまいります。この与党の一角として公明党の代表はそれでいいと思ってんのか。ことほどさように、まだ検討段階ですから辛坊さん。いやうまいわ。念のため偽物ですからね。偽物でしょう。はい、ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのは毎回録音さん、スケさん、ヤグルマソウさん、大和出雲の白ウサギさん、ぶっ飛びあんこさん、ドレミさん、6人の皆さんからのリクエスト、ヘンリー・マンシーニ楽団、刑事コロンボ、ミステリームービーのテーマ、ということで。まあ、画面がこうなんか目の前に浮かびますよね。私、刑事コロンボで好きだったのがですね、はい、あの、赤ワインの蔵の、まあ、犯人がちょっとミスで蔵の温度が上がっちゃって、うん、そこに貯蔵されていた赤ワイン全体の味が変わっちゃうっていう話とね、それからもう一つ覚えてるのがね、あの犯人は確かね老女優かなんかなんですが、はい、もうあの最後の方でその老女優は認知症が進んで自分がやった犯行について覚えていないと、それでもうコロンボも最後なんか私の印象で言うとなんかそこからもうある意味諦めて静かに遠ざかると、つまり最後犯人逮捕されずに終わっちゃうっていう、ね、そういう回があるんですね。そういう回があったような気がするんですが、刑事コロンボについて喋り出すと、あ、ふっと思ったんです。どうしました。チキチキマシンボーレースっていうアニメが昔ありましたね、はいはいはい、そこにケンケンという犬が出てくるんですが、出てきましたこれちょっとやってくれる、はい、今度ちょっと違う、ね、見返してください、はい、練習しておいてください。さあお聞きの日本放送、この後夕方5時30分からは伊集院光の種、6時からは鶴子の噂のゴールデンリクエストです。そして明日の朝6時からは、はい、 OK 工事アップ。コメンテーターは元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん、特別客臨時国会いよいよ大詰め、政党幹部連日生出演、日本共産党小池晃職局長、7時から登場です。ぜひお聞きください。その後8時からは春風亭一之助さん、あなたとハッピー。明日のメッセージテーマは、今我が家が欲しいものをお待ちしております。で、来週12月11日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、時間拡大、夕方6時までお届けいたします。ゲストは4時台に政治ジャーナリストの田崎史郎さん、5時台は大学ジャーナリストの石渡玲二さんです。辛坊さん、30分延長頑張ってください。このタイミングで田崎さんは大
イムリーですね。じゃあ田崎さんに一体誰が逮捕されるのか聞いてみよう。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司でした。